はい、ベゴニア賞ということでね、予想していきたいと思います。秘密結社フェガム総水8でございます。こちら、まあ、東京のですね、8です。ジャパンカップデーなんで、ね、ちょっと早めにやっちゃうというようなところで、2歳1勝クラス、まあ、芝 1600m というね、こちらのレースの予想をしていきたいと思います。今回なんだけどもね、こんな感じで、消灯数ということで、まあ、紐3点に押さえてみました。まあ、軸は6番、カミニート・デルレイ。まあ、新馬戦ね、時計面では評価もね、結構高いですし、まあ、福永が継続騎乗。まあ、ノーザンファーム系の馬主にしてはね、短い間隔でのローテでね、まあ、ただ、クラシックを見据えたら2歳戦のうちに賞金は加算しておきたい。まあ、多分このあと1月2月のオープン重賞を使ってもう1個さらに加算をして本番へというようなことでね、福永祐一継続騎乗というところもあって軸でいきたいと思います。まあ、そして1番アバンチュリエ、まあ、絶好調の DMM バヌーシーですしね、まあ、2戦目で上昇がどこまであるかというところを考えると、まあ、新馬戦で見せた足というのは、まあ、評価に値するのかなということで、紐の1番手ぐらいでいきたいと思います。まあ、そして3番ビアグラシア、まあ、両決ですからね、前走4着負けた、しかもまあ1勝クラスで4着に負けてるのは少し気がかりではあるんですけども、2戦目もう1個ねクラス慣れというか、そういったところを期待して、まあ、紐の3番手ぐらいの扱いでいいと思います。まあ、そして4番ジャングロ、ネット競馬想定6番人気、勝ち上がりにね4戦を要したんですが、阪神での2戦っていうのは内容がありました。まあ、阪神代わりで2着に負けた、まあ、マコチャが勝ったレースっていうのは非常にね、時計的には評価が高かったです。まあ、マコチャ自身もね、その後の重賞3着と検討をしたわけで、まあ、そう考えると、もうジャングロのね、この阪神で2戦とも強い競馬をしたと言えるような、まあ、未勝利のね勝ち方も見事でしたから、まあ、このレースぶりというのは6番人気だったら本当に美味しいなというようなところで、まあ、今回はこういった形で狙ってみたいなというふうに思っております。そんなわけでね、こういった形で予想なんかもやっております。メインチャンネル冬神 TV の方で本日のメインジャパンカップの予想も上がってますので、よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。